ったらいいさ。それはどうかしら。また出てくる気満々のようでしたし。私はむしろもう一回出てこいって感じだわ。次に会った時は絶対に許さないんだから。逃がすなんて二人ともだらしないわね。私はちゃんと一体潰したわ。っていうか結局そっちの二人も来たんだね。別にいいでしょ。思ったより早く片付いたのよ。一緒にお風呂に入るために急いで終わらせてきましたのよ。別に毎回うちに集まんなくたっていいのに。ほんとみんな寂しがり屋なんだから。ネプちゃんはみんなと一緒嫌なの？別に嫌じゃないけどさ、たまには静かにのんびりもしたいなって。一人で静かで豊かで。一番騒がしいやつが何言ってるの。お姉ちゃんはどっちにしろのんびりできないんじゃないかな。ほらあの子たちがいるし。ああそうだった。ある意味七賢人の相手するより大変なんだよね、あの子たちの相手するの。とか言いつつ口元が緩んでいるけど。なんだかんだでネプテューヌも楽しんでますものね。出なければあそこまで懐かれませんわ。すごいなネプちゃん。私ネプちゃんみたいに子供っぽくなれないし。それはまた喜んでいいのか。複雑な褒められ方だね。と喋ってる間についちゃいましたね。イースンさん、ただいま。おあれ、どうしたんですの？急に規制を上げたりして。いや、いつもならこのタイミングでピーコのボディタックルが飛んでくるから先にリアクションを取ったんだけど。誰もいない？お出かけしてるのかな。そうなのかしら。でもイストワールだけで子供の引率できるの？いえ、いつもは必ず私かお姉ちゃんがついていくんですけど、ブルルートさんも一人だと危なっかしいし。静かに、何か聞こえるわ。ゴミ箱から。どれどれ。あ、イースンの方が捨てられてる。しかもご丁寧にガム手でぐるぐる巻きだよ。本当だ、あの子たちのいたずらかな。もうこんなことして。あれ、この分なんか膨らんで。むえ、ひょっとして。ああ、中にイースンさん挟まってる。最近の子供は悪質ないたずらをするのね。言ってる場合じゃないでしょ。早く出してあげないと。うわ、危うく窒息死するところでした。イースン、大丈夫？誰にやられたの？今晩は違うだろうし、アイちゃんかピーコだと思うけど。私のことはいいんです。それよりあの子たちが。ああ、どうしましょうどうしましょう。ああ、イースンさんがこんなに慌てるの初めて見た。落ち着いてくださいまし。
一体何があったんですの？子供たちが七賢人に誘拐されてしまったんです。おお、子供たちが…皆さんが戻ってくるほんの少し前だったんですけど、突然押し入ってきて力ずくで、それで私もぐるぐる巻きにされてゴミ箱に…そんな…どうしよう…ひどい、子供に手を出すなんて。本当に手段を選ばなくなってきたわね。もう散々人のこと犯人扱いして、やっぱり自分たちが犯人だったんじゃん。ほんの少し前だったならまだ追いつけるかもしれないわ。どっちに向かったかわかる？ルビー方面のルートを使うとか言ってたような。急いで向かいましょう。今取り逃がしたら面倒なことになりますわ。世界中を旅していると聞いたのですけど、リンボックスには来たことはありますの？実は何度も行こうとしているんですけど、リンボックス行きの定期船に乗るたびに嵐に巻き込まれて別の大陸に漂着してしまうんです。またまたご冗談を。そう何度も運よく嵐に巻き込まれるなんて、さすがの私でもそんな話聞いたことありませんわ。今年になって嵐に巻き込まれて沈んだ船がどのくらいあったか覚えてますか？ええ、確か3隻のはずですわ。実はそれ全部に私が乗ってたんです。ええ、まさかそんな。そうですわ、きっと偶然ですわよ。それだけではないんです。沈まなくても何度も引き返しているんです。ええ、まさか先月途中で引き返したリンボックス行きの船にも？はい、乗ってました。どうやら船旅をするときに限って決まって嵐に巻き込まれる体質みたいで、まだリンボックスに行けてないんです。ある意味才能かもしれませんわね。プラネティウヌはいい天気だな。ユニちゃんたち今頃何してるのかな。もしかしてネプギア？びっくりした。もう脅かさないでくださいよ、ファルコムさん。よかった、やっと知り合いに会えたよ。なんでどうして、なんでこっちの世界にファルコムさんが？なるほど、ここは別の世界だったのか。道理でみんな私のことを知らないわけだ。けどどうしてファルコムさんがこっちの世界にいるんですか？普通は来れないはずなんですけど。それが私にもよくわからないんだ。船旅をしていたら嵐に巻き込まれて船が沈没して海に投げ出されたんだ。ここまではいつもよくあることなんだけど、今回はすぐに謎の光に包まれて気がついたらこの町にいたんだよ。けどまさか異世界に来てしまったなんて。いや、驚いたね。そんなに驚いているようには見えないんですけど。船旅だけど何度も似たような経験をしているからかな。けどこれでも驚いているんだよ。そうだ、立ち話もなんですし、
私たちが住んでる教会に来ませんか？それは助かるよ。こっちの世界に着いてからずっと歩き回っていたからもうクタクタだったんだ。ただいま。お邪魔します。あ、ネプギア、おかえり。後ろの人は？お客さん？あ、ファルコムさん。こちらファルコムさんです。ネプギア、何を言っているかわからないんだけど。同じく。そうでした。では改めまして、こっちのサイドポニーのファルコムさんがこっちの世界のファルコムさんで、こっちのショートカットの方のファルコムさんが私がいた世界のファルコムさんです。まさか別世界でもう一人の自分に会うなんて。確かに言われてみれば昔の自分に似ている気がするよ。嘘、この人が向こうの世界の私？なんて話せばいいんだろう。会ってすぐなんですけど、ファルコムさんの冒険談とかいろいろ聞かせてもらえませんか？ネプギアがファルコムさんがすごい冒険してるって以前話してて、ずっと聞いてみたかったんです。私のでよければいくらでも話してあげるよ。その代わり君のも聞かせてくれるかい？こっちの私がどんな冒険をしてたのかも気になるしね。私の冒険でよければいくらでも。そうだ、ネプギアも一緒にどうだい？私も聞きたいです。じゃあその前にお茶とお菓子を準備してきますね。うん、お願いするよ。向こうの世界の私の冒険談か。この子たちのお使いっていうのは私にとっての冒険みたいにとっても特別なものだったんだね。よし、なら私がお金を貸してあげ。ダメです。そうよ、よくわからないけど、ネプコが前に踏み倒すくらい業者から借りてもいいけど、友達からは絶対借りちゃダメって言ってたわ。幼いと思って甘く見てたけど、意外としっかりしてるんだね。それなら、そうだな。そうだ、それじゃあその絆創膏は私からのプレゼントってことでどうかな？プレゼント？うん、
IF が転んで膝をすりむいてコンパが困っているところに偶然私が通りがかりました。けれど2人はアイスを買うお金しか持っていないので絆創膏を買うことができません。そんな困った2人にこの冒険家ファルコムちゃんが絆創膏をプレゼントして万事解決。これなら問題ないでしょ。ファルコムはそれでいいの？冒険家たるもの、泣いて困っている人がいたら見過ごせないよ。そういうことで、はい、これ絆創膏代。後払いになっちゃったけど。ハルちゃん、ありがとうです。ありがとう。これ以上はきっとおせっかいになっちゃうから、あとは二人で頑張ってね。それじゃ、私はこれで。思いのほかクエストに時間かかっちゃったけど、今頃は IF もコンパも帰ってる頃だよね。無事にお使いできてるといいな。ただいま。あ、帰ってきた。おかえりです。お、その様子だと無事にアイスを買えたみたいだね。はいです、ちゃんと美味しいアイス買えたです。それはよかった。それでから味わって食べなさいよね。私にありがとう、二人とも。あ、ファルコムさん帰ってきてたんですね。うん、ちょうど今帰ってきたところ。あ、そのアイス早速二人からもらったんですね。いつもは二人でカップアイスを一つずつ食べるんですけど、今日は一つを半分こしてもう一つはファルコムさんにあげるんだってずっと待ってたんですよ。こら、ネプギア、それ言っちゃダメ。キアちゃん、ダメです。え、そこ怒られるとこなんですか？まったく、ネプギアはダメなんだから。あの、よくわからないんですけど、何かあったんですか？それはね、内緒、秘密です。そうだね、これは3人だけの秘密かな。ねえブロッコリー、ちょっとお願いがあるんだけど。なんだにゅ？あなたがいつも乗ってるゲマに私も乗ってみたいんだけど。なんか今露骨に嫌な顔されたんだけど。ノワールだから仕方ありませんわ。ノワールだから仕方ないわ。ノワールだもんね。ノワールだからに。ちょっとあなたたち。ノワールは大きすぎて無理ね。私かネプテューヌくらいがギリギリじゃないかしら。も限らないわよ。ほら、私って見ての通り小柄な方だし、体重だって見た目よりずっと軽いのよ。って、なんでまた嫌な顔するのよ。ゲマが嫌がってるに。ノワール、そんな見苦しい真似はおよしなさい。無理なものは無理なのですわ。無理なもんですか。本当に私は軽…さてはねえベイル、あなたの場合ゲマに乗ったらその大きなお尻でゲマをぺちゃんこにしちゃいそうよね。いきなり何を言うんですの。きっとあなたのことだからゲマに乗れない仲間が欲しいんでしょう。その大きなお尻じゃどう乗っても潰れてしまうものね。私のお尻はそんなに大きくありませんわ。この頃流行りの女の子のごとく小さくて可愛らしいお尻ですわ。ふーん、それに私はゲマに乗るよりもツンツンしていた方が楽しいですわ。ノワールの時と違ってゲマが嬉しそうに。
弾力性があって気持ちいいわ。ツンツンツンと面白い。やっぱりケンマが嬉しそうに。そんなに気持ちいいの？じゃあ私も。ちょっとツンツンもダメなの？てかなんで私の時だけそんな嫌な顔するのよ。だってノワールだし。ノワールだもん。ノワールですもの。ノワールだからニュー。そんなわけあるはずないでしょ。疲れたから帰るニュ。バイバイニュー。ちょっと待って。私にもツンツンさせてっても。今度は成功しそうな気がするニュ。成功って何がですか？目からビームに。この間失敗が多いって言ってなかったですか？言ったにゅ。けど今日はなんとなく成功しそうな気がするにゅ。だからネプギアには見てもらいたいにゅ。わかりました。けどその前にちょっと準備をしたいので待ってもらっていいですか？このカナタライは何だにゅ。さあ、これで心置きなく目からビームしちゃってください。何気にネプギアが失礼にゅ。じゃあ行くにゅ。こっくり目からビーム。わっ、本当に目からビームが出た。これが夢にまで見た目からビーム。で、ビームで壁が壊れたに。絶対怒られるよね。これ、イースーさんになんて説明しよう。ペヘペラ